はい、それではね、今回は2013年第1回第2問、問い5番のね、回答解説をしていきます。早速ね、問題文読んでいくと、ズーさんはイモリの発生における目の形成過程を模式的に表したものである。もう目の形成できたらね、これは。誘導の連鎖ですね。誘導の連鎖。頭の中でビビッと言っておきましょうね。で、また、ズーさんはイモリの美画肺、イモリの美画肺を用いた実験を表したものである。これらの実験、これらについて説明した文章中の空欄、K と5に入る5の正しい組み合わせは下の1から5のうちから1つ選べ。そうですね。はい。目ができるとき、ズーさんのように脳の一部ができて、眼胞が眼肺となり、表皮に働きかけて、水晶体を何にしますか？表皮に働きかけて水晶体をどうしますか？これ誘導ですね。誘導。これまあちょっと頭の中に入れていきましょう。書きますね。まず眼胞があって。眼胞があって。で、これが分化して眼肺になって。眼肺。はい。眼肺。になって、さらにこれが最終的に網膜なんですね。で、眼肺は表皮に働きかけて、表皮に働きかけて、これを水晶体にします。で、この働きかけることをこれ誘導って言うんですね。誘導。で、さらにこの水晶体、この水晶体はまたその後ね、表皮に働きかけて、これを角膜ですね。にするんですね。はい。で、形成体、ちょっと形成体だけマークしておきますね。眼肺。で、水晶体はこの形成体ってやつですね。はい。ってことです。ね、こういう流れになってるなーってのしっかり頭の中に入れていきましょうね。で、それさえ入っていれば、まあ、水晶体の、K のところね、K のところにまず誘導が入って、で、K、で、その後、順番に読んでいきましょうか。さらに水晶体が、水晶体が表皮に働きかけ、表皮から、角膜を誘導しますね。はい。で、したがって、図4のように、眼肺を切り取って、美画肺の銅の表皮の内部に、内側に移植すると、移植したところに、何々ができるってことですね。はい。何ができるんでしょうか。移植するのは、眼肺を移植するわけです。眼肺移植したら、表皮ありますからね、そこの近くにね。表皮に働きかけて水晶体作るし、で、さらに水晶体はね、表皮に働きかけて角膜作るし、ってことで、ね、水晶体も角膜もできますね。はい。ということで、誘導っていうのと水晶角膜体、両方ともできますよっていうね、回答になってる選択肢は、何番 ?4 番ですね。はい、4番。ということで、4番交代に変えてあげれば、OK ってことですね。ただし。ね、視神経ね、神経は通っていないので、そこに。ね、目としてね、ちゃんと機能することはないです。ね、光を感じることはできないです。ね、はい。の、光がね、光が入ってきて、ね、それで視細胞がね、こう反応するけれども、脳に対してそれはね、知覚としてね、それは伝わっていくことはないです。ね。はい。大丈夫ですか？はい。それではね、これで2013年第1回第2問のね、回答解説を終わりにして、次回からね、2013年第2回第2問の回答解説をしていきますので、しっかりとね、予習してから来てください。はい。それではね、次の動画では2013年第1回第2問、問1番の回答解説をしていくので、次の動画へどうぞ。